メラスでの拡散強調画像拡散強調画像画像リフュージョンイメージ DWI とは核気共鳴画像法のシーケンスの一種で水分子の拡散運動を画像化したものである通常用いられるスピンエコー法のパルス系列では拡散による信号の減衰は無視できるが大きな傾斜事情が長時間にわたって印加されると その間の核磁化ベクトルの移動によって生じる位相のズレが無視できなくなり、拡散が活発な領域ほど低信号として現れる。こうして得られた画像を拡散強調画像と呼ぶことがある。また、スピンエコー法のパルス系列において、傾斜事情の強さや、 因化時間を変えることにより、リフェイジングの効果をつけて得られた複数の画像から、見かけ上の拡散係数を求めて画像化することができ、これを拡散画像と呼ぶ。コンピュータ断層撮影で病出できない、超急性期、または急性期の脳高速診断に非常に有用で、救急医療で広く用いられている。また、脳腫瘍の一部、脳脳用の診断にも有用である。 ありがとうございます。